三オ薫、最新ニュース三オ薫、序盤はボールを。スタビに脅威だったが、プレミアリーグ第35節、ライトン・タイエバートンの試合が現地時間8日、行われ、ブライトンが1、5の敗戦を喫した、チーは完敗したものの、地元市、サセックスライは、ブライトンでフル出場を果たした日本代、ミッドフィルダー三オ薫に対し、 九大点の評価を下している。今。ズンのプレミアリーグはアベマで。14日間無料。いつ。もどこでも簡単視聴ブライトンを率いるろ。ルトデゼルビ監督は、ミトマヤ・ダニーユ。ルベック・アレクシスマック・アリスター。同先発起用、試合開始して1分にエバートン。アブドゥラ・エドクレに先制点を決め。 出てしまう点に9分にはカウンターから再びるレにゴールを決められると、35分にはブライト。のゴールキーパージェイソン・スティールのオンゴール。よって3点差に点76分にはエバートンのドワイト。マクニールに追加点を許した。79分にブライト。のアリスターが1点を返したものの、再び買う。ターからマクニールにゴールを決められる、ブ。 イトンは1、5の敗戦を喫している、同志は認め、ま。対して、10段階中、5.0の点数をつけ、寸評では、左サイ。で、ボールを持つたびに脅威となった、序盤で。1、栄光を手にした選手と思われた、しかし、前。のうちにエバートンのネイサン・パターソ。が何度かデュエルに勝った、戦い続けたが、今。最も厳しい時期と言えるだろう、との評価を。 している、一時期、三マのドリブル突破が話題。だが最近の試合では、トマを抑える相手ディフェンダーの、役が目立っているようだ。両関連記事。